中島バイカバイカの1、72模型バイカは、大日本帝国海軍が太平洋戦争中に計画した特殊攻撃機である。特攻兵器として1945年7月より開発を開始したが、設計途中で終戦となった。すでに1944年には、ドイツ空軍でファイマイナス103を有人化して、対艦攻撃に用いるファイマイナス 103R。10 ライヒエンベルクが開発、製造されていた。大日本帝国海軍でも敵の上陸用集艇を攻撃する特攻滑空機を開発することとなり、川西航空機が藤井匠男技師を主務者として開発に着手していた。その頃、東京帝国大学航空研究所では、所長の中西藤尾博士らがラムジェットエンジンを開発していた。 1945年7月、同じ東大航空研究所の小川太一郎博士らが、そのラムジェットエンジンを搭載した量産向きの特攻機の計画を提案したことが、バイカの始まりである。こうして、設計は急ピッチで進められたが、1ヶ月後の8月15日に終戦を迎え、バイカは設計途中段階で放棄されることとなった。バイカの計画は、 荷重を背負い式に装備した、基金混合性の短機で、頭部に100から250キロ爆弾を搭載し、敵が本土に来航してきた時に、洞窟内からカタパルトで発進して、体当たり攻撃を行おうというものだった。小川博士の基本計画もかなり簡易化されたものだったが、藤井によると第一技術省が川西に示した案は、さらに簡易化されており、足、フラップがなく、 大工がありきたりの工具で製作できるようにする要求だったという。膠着装置は離陸後投機するものとした。パルスジェットの燃料として比較的容易に手に入る、小混油が使用できるものだった。ABCDEFG 海軍軍備特攻戦備、P50、倍加金距離に近接する小型上陸用集艇を攻撃する特攻核空気を得るにありロケット艇を負担用。 主要寸度記載なし姿勢ロケット1名、最高速度250、150記載なし、降着速度記載なし爆弾250記載なし、担任航空隊記載なし、試作要求審議中停戦となった。ありがとうございます。